にちは。ゼロからギターへようこそ。この動画は全くの初心者から始めてギターを弾けるようになりたい、ひいてはギターを弾きながら歌を歌えるようになりたいって方に向けたギター全般の YouTube 投稿番組でございます。今回はどんなことをやるかと言いますと、弾き方をちょっとしばらくやってなかったんで、アリスの終止符っていう昭和の名曲がありました。僕はゼロから弾いたその386で弾き語りをさせていただいたんですけども、そのアリスの終止符、何で笑ってんだ、終止符の超詳しいギターの弾き方をやってみたいと思います。このアリスの終止符っていう曲、実は僕は中学1年生の時にギターを始めまして、で一番最初に弾き語りができるようになった曲なんですよ。はい、非常に思い出深い曲でございます。それをやってみましょう。じゃあいつものように超詳しいギターの弾き方をやる前に、弾き方のポイントをいくつかご紹介します。はい、それではギター弾き方のポイントでございます。この終止符のオリジナルキーですけども、Dマイナーなんですよ。それを、ドレレから1,2,3,4,5 5個下がるとカポタストを5フレットにつけて、と A マイナーで弾けますんで、そっちの方が簡単ですから、誰だ、谷村さんもこの辺にカポタストをつけて弾いてらしたんで、 D マイナーをA マイナーの形でプレイしてみたいと思います。はい、カポタストの説明だけで終わってしまいましたが、では弾き方のポイントでございます。この、終止符は2段階奏法でございます。まずは静かな A メロ B メロの時は、というおなじみのアルペジオで弾きます。それをちょっと練習してみましょう。では A マイナーコードを押さえてください。カポタストは 1,2,3,4,5 フレットにつけてください。では A マイナーコードで練習してみましょう。 A マイナーコードはベース音がこのラの音、まあ、実際はラじゃないんですけども、まあ、ここにカポタストをつけてますんで、これをラと言いましょう。はい。で、このラの音、ちょっとビビってますね。はい。これを一番最初に弾いて、ちょっとゆっくりやりますんで、一緒にやってみましょう。いきます。ワン、ツー、3、はいと、ちょっとビビってますね。バネが弱くなってきたかな。もう一回いきます。
いつもお伝えしていますが、この、語源を A マイナーコードの場合、語源をここに親指のところは逆だ親指を語源のところに、置いていただいて、であとは、3、2、1と人差し指、中指、薬指というふうな感じで置いてしまうと弾きやすいです。はい、まあこういうふうに、これ基本の感じですけどもとやりますが、僕は最後の超詳しい弾き方の時にいろいろファジーに弾きますんで、その辺もお伝えしておきます。E7 コードを押さえてください。それでなんて弾き方をする時もあるかもしれません。今回は結構決めずにやっていきます。もう一回やってみましょう。この E7 コード、ベース音がこの6弦のミの音ですから、ここまで、ここまでか。なんてやったり、いつもこの2弦と1弦を中指薬指で弾くやつはなんてやってますけども、今回はこの低音の部分で、なんていう弾き方もやるかもしれません。まあそういうふうに言っておけば、もしやっちゃった時にそんなの言ってなかったじゃんとかって言われないで済むと思いますんで。なんていうのもやるかもしれません。だんだんこう上がっていくという。なんていうのもやるかもしれません、はい、とにかくいろいろその雰囲気でやってみたいと思います。とにかくその、最初のサビの前の部分は、左利きのあなたのはい、要は8ビートのアルペジオなんですよ。でサビに入るとと
という、16ビートのアルペジオ、あのみんな大好きな3フィンガーになるわけです、はい、そういう2段階奏法になっておりますが、最初はこういろいろ8分音符でアルペジオを弾きますんで、よくこうやって目を見開いて何やってんだみたいな感じでご覧ください。では、その3フィンガーの方練習してみましょう。なんか楽しくなってきました。3フィンガーの練習やる前に3で思い出しましたんで、ちょっとお伝えだけしておきますけども、この終止符っていう曲、1度と、4、5度の音の和音を使って、3コードで弾けるんですよ。まあ、カポタスト5フレットにつけていただいて、Am、Am、Dm、E7 で弾けちゃうんです。左利きのあなたの手が だから一番最初に覚えられたのかもしれませんね。中学の時は、あ、まあいいや、そんな話は。なんだっけ。あ、そう。あれ練習してみましょう。スリーフィンガー。じゃあ、いきます。Am コードを押さえてください。では、Am コードはさっきと同じベース音が5弦のラの音です。で、親指は、まあ、今、Am コードですから、5弦から下なんですけども、Em の場合は、6弦になるんですが、親指は、この、6、5、4、3の4つの弦を担当します。で、人差し指は2弦だけ、中指は1弦だけ。という感じになるわけです。はい、それでは Am コードで練習してみましょう。では、いきます。1、2、3、4、これで一小節なんです。ではもうちょっと早めてやってみましょうか。One, two, three, four. ちょっとこれじゃ短いんで二小節にして今のスピードでやってみましょう。One, two, three.もうちょっと早めて練習してみますか。One, two, three, four.もうちょっと早めてみましょう。One, two, three, four. はい。じゃあもうちょっと早めてみますか。One, two, three, four. もっと早めてみます。One, two, three, four.
んな感じで練習してみてください。はい、それではただいまご紹介いたしましたいくつかのポイントを踏まえながら、アリスの終止符の超詳しいギターの弾き方やってみましょう。
というわけでアリスの終止符の超詳しいギターの弾き方でございました。いかがでございましたでしょうか。という前に一つ抜けたところがありますんでお知らせさせてください。感想で Dm7 Cm7、Dm7 と3小節進みまして4小節目が E7 コードで2拍 F コードで2拍になるんですが、僕はその、4小節目の E7 に2拍 F コードを2拍
のところを E7 コードで一小節弾いてしまいました。まあ分かんないと思うんですけどあれ前奏と違うなみたいな感じで思われた方もいらっしゃると思いまして、後でバレたかみたいな感じにならないようにお知らせいたしておきます、はい、4小節目が E7 コードと F コードで200ずつ弾いてください。もしよかったらですけどこの動画を初めてご視聴くださいました方は、何ちょろまかしてんだよこの野郎みたいな感じで思われた方もいらっしゃるかと思いますが、まあ僕がやってるんですから、まあ、寛容な目で ご視聴いただいて、あーっとチャンネル登録なんか押しておいていただけるとありがたく存じます。であのチャンネル登録を押しますとベロッとこう3つベルのマーク出てきますので、お知らせを受け取るというあのより色の濃い鳴ってるベルのマークをポチッと押しといていただきますれば、また僕がこんないい加減な動画をアップしました時に YouTube からミスタートロフさんがまたあんな動画アップしたよみたいなお知らせが参ります。一つチャンネル登録ベルのボタンよろしくお願いします。あとこの動画面白かったなみたいな感じで思われましたら、グッドボタンも一つポチッポチッと押しといてください。1回です、ね、2回押したら消えちゃいますので一回押しておいてください。それと心温まるコメントなんかもいただけるとありがたく励みになりますので、一つよろしくお願いいたします。ではまた何かやらせていただきますので、その時はよろしくお願いいたします。本当は今回はこの辺で終わりにさせていただきます。じゃあまた見てね。ゼロからギター見て弾けたならチャンネル登録してね。そして右に出てくる。